遠い昔、神々が下界に降りる以前から、人類とモンスター。いたぞ！あっちだ！人は彼らを許さできない。ビーブル。人とモンスターは決して相入れることはない。モンスターが何？まだ近くにいるはずだ。探せ。おいてめえ、この辺でビーブルを見なかったか？それよりポーションはありませんか？仲間が大やけど。知るか。みんな探したぞ。はぐれた時はどうなることかと心配したが、無事でよかった。この19階、あのベル様、そのお方は？一旦18階層に戻ろう。それでベル様、どこのどなたなのです？この方はまた面倒事と一緒に誰とも知れぬ女性を助けてきたのですか？どういうことだベル！待ってみんな、この子。離れてください、ベル様。一体何を考えておられるんですか？綺麗な顔しているから連れてきたとでも？それではまるでモンスターに欲情する怪物趣味ではありませんか？違う、ベル様、モンスターはモンスターです。人類の敵です。ベル、そこをどけ。ベル殿。ベル様。うん、僕の名前だけど。ベル、名前はベル。モンスターが喋った。冗談だろう。ベル様、その方とは何があったのですか？19階層で見つけたんです。冒険者に追われて、モンスターにも襲われて、震えながら泣いていたんです。僕はこの子を助けたい。いけません、ベル様。モンスターを保護しているなんて知られたら、ヘスティアファミリアは終わりです。それでも見捨てたくない。もう好きにしてください。ごめん、みんな、ありがとう。これからどうするのです？地上に連れて帰るのですか？はい、ダンジョンにいたらこの子はまた襲われる。ホームに帰って神様の意見も聞きたいです。ホーム？うん、僕たちの家に行こう。まずいぞ、ウラノス。リチを備えるモンスターが冒険者と接触した。間もなくバベルを出る。その冒険者は誰だ、フェルズ？ベル・クラネル。リトル・ルーキー、ヘルメスのお気に入りか。どうする、ヘスティア・ファミリアは良くも悪くも都市の注目を集めすぎている。見極めたい。ヘスティアの眷属たちが彼らの希望になりうるか否かを。なんだって！しゃべるモンスターな
やっぱりそうですか。ぶっちゃけ僕もどう受け止めていいかわからない。でもこうまで怯えられちゃうね。それじゃあ、ああ、ここでしばらく保護しよう。ねえ君、名前はあるのかい？名前、ベル。いや、それは僕の名前。君は？私の名前、やっぱりないのか。種族名ならばビーブルでしょうが、彼女だけの名ではありませんしね。ベル、もうお前が決めろ。そうだよベル君、君が連れてきたんだ。責任を持って名付け親になりたまえ。じゃあウィルジーネとか。ベル様、それは英雄譚の精霊様の。あ、はい、ダメかな。いえ、ベル様にしては上出来か。しかし長いな。それに気取っている。気取ってます。だったら縮めてウィーネ君でどうだい。ウィーネですか。私の名前、フィーネ。私、フィーネ。彼女がモンスターであることは間違いない。情報を集める必要がある。手分けして聞き込みをしよう。この子のような存在が他にいるのか、今ダンジョンで何が起こっているのか、それを知りたい。ヘファイストス、ミアハ、タケ以外の神やファミリアにくれぐれも余計な詮索をされないように。どんなことでもいい、手がかりを探してきてくれ。というわけなのです。何かお心当たりはありませんか。にわかには信じがたいが、下界の可能性は時に神々にも見通せない未知をもたらすものだ。うん。ミコト、お前はどう感じてるんだ、そのモンスターを。わかりません。敵意らしきものは見えませんし、本当にただの少女のようなのですが、緊張が解けません。モンスターである彼女を恐れてしまう。おい、聞いたか、例の装備をかっぱらっていくモンスターの話。武装したモンスターだろ。とうとう中層にも出るようになったらしいな。あれか。まさかな。ああ、あれは何？あれは太陽。お日様でございます。お日様、あったかい。地上って綺麗だね。ポカポカするの。これ撮りたい。ダメでございます、ウィーネ様。我慢してウィーネね。アルブの聖水を。喋るモンスターについて何か情報はありませんか。知らねえな。なら情報を持ってそうな人物を。知ってるぜ、喋るモンスターの情報。ほんのちょっぴりだけどな。マドル、おりゃ、私の二つ名を知ってるのか。マスター、ハチミツ種。それでん？どんな情報を。私最近博打で吸っちゃってさ、ここの支払いも心もとないんだよな。ふん。ダンジョンで他の冒険者がいないのに人の言葉が聞こえてくるって話は前から出回ってた。話し声は複数聞こえてきたり、仮想では歌が聞こえるなんて噂もあった。あとはお前みたいに喋るモンスターの情報を欲しがってるやつもいたな。誰も噂を真に受けない中、そいつらだけはやけにがっついてきたらしくてさ。その連中の身元は。私もそれを知りたいんだ。こっちも依頼されてるんでね。お前見ない顔だけど、どこの所属だ。エルフのくせにやけに染まってるじゃないか。
あれ、もう行っちゃうのか。もう少し話がしたかったんだけどな。つけられてますね。相手は上級冒険者。やり方は選べない。ビーネ様、そろそろお食事にしませんか。昨日から何も召し上がっていませんよね。お食事？ご飯のことなんだけど、僕も一緒に食べるから食べよう。はい、食べてごらん。おいしい。おいしい。本当でございますか。それは御事様が作ってくださったおにぎりです。こちらの果物もどうぞ。よく売れてて甘かった。おにぎりも美味しかったよ。ベルも美味しかった。うん、とても美味しかったよ。ベル、ベル。ベル様、今救急どこ。嘘、ベル痛い。あ、私やだ。ごめんね、ごめんね、ベル。大丈夫。大丈夫だよ。ろくな手がかりがない。竹見和地様もやはり心当たりはないと。リリもいろいろありまして。はあ。おベル君、さあビーネ様。おかえりなさい。ずいぶん懐かれたな。ある姫君、母親の素質あるぜ。おいしい。ミコトすごいね。ありがとうございます。春姫が言ってたよ。ミコトはすごくご飯がおいしいって。いえ、自分はまだまだ精進が足りず。こんなにまっすぐに褒めていただけるなんて。ミコト様、相手はモンスターなんですよ。この程度のことで気を許しては。硬いなサポーター君。こういう時は開き直りが大事なんだぜ。神様はお気楽すぎるんです。まあいいから、いいから。ほらミーネ君、僕のもお食べ。はぁ、あ、おいしい。そうだろう、そうだろう。いやはい。しかしよく喋るようになったな。うん、昼間遊んでたらどんどん。ただリリスケじゃないが、本当にいいのかこれで。ベルフもやっぱり警戒してる。肩透かしを食らったっていうのが本音だな。ほらサポーター君、君もリルは結構です。そうおっしゃらずに。結構です。まあお前にとっては肩の荷が下りたってとこか。
それともあいつらに取られて寂しいか。そういうわけじゃ。どうしてベルは一緒じゃないの？あ、それはベル様は男性ですから当然です。男女にはいろいろ事情があるんだぜ、ウィーネ君。気持ちいい。どうかなさいましたか、リリ様。このファミリアは体つきのいい方が多すぎまいず。やっぱりベルも一緒がいい。え、よし、終わりだ。ありがとう、ベルフ。お。ベル、痛くない？うん、痛くないよ。ベル。何を喜んでいるんですか、ベル様。爪はいずれ伸びます。研がないでいればもっと大怪我をするかもしれないんですよ。そうだけど。うるお、リリはベルのこと嫌い？何をいきなり嫌い。それはそんなことは。わ、私はベル様のことが好きです。うん、ああ、俺も好きだぞ。当然僕だって自分もです。もうリリだってそうです。ベル様のことが大好きです。僕もみんなのことが好きだよ。はい、みんなベルのことがみんなのことが好きなんだね。ただの同情かもしれませんが、私もベル様と同じです。あの子をウィーネ様を見捨てたくない。自分ははっきり答えは出ません。ですがウィーネ殿の笑顔は自分たちと何も変わらないように見えます。叶うならこのまま絆を育んでいけるなら。神様はやはりダンジョンにまつわる何かを知っています。知りながら下界の者たちに隠し事をしている。だろうな。そんな神様にとっても不測の事態。リリたちは今非常に厄介な問題を抱えているに違いありません。お前だって連れてきただろう。今更蒸し返すのか。納得はしていません。諦めただけです。ベル様は底抜けにお人よしですから。情にほだされてはいけません。誰もがあの子に心を許してしまったらきっと見誤る時が来ます。このままでいられるわけがないんです。あの子はモンスターなんですから。神様、やっぱりご自分の部屋で眠った方が狭くないですか。いいじゃないか、家族水いらずってやつだよ。すごくあったかいよ。ウィーネはどこから来たの？仲間はいなかったの？わからない。気づいたら暗いところに一人でいた。夢を見るの、ベルたちを、人を襲ってる夢。知らない人を引っかいて噛みついてバラバラにして、たくさんのものが赤くなる怖い夢。夢の中の私はずっと怒ってるんだけど、だんだん寒くなるの。たくさんの人たちがベルみたいに私から
誰かを守っていて、体が寒くなっていくの。胸に穴が開いたみたいに空っぽになって、あの人たちがすごく綺麗に見えて、あとはいつも一緒、私が赤くなって暗くなっていく。助けてって泣いても誰も助けてくれない。とっても怖くて寂しい夢。じゃあお前たちはモンスターの密売先も確認したんだな。はい、エルリア貴族の屋敷の地下に鎖で繋がれていました。ルルネ、喋るモンスターについて嗅ぎ回る子供がいたと言ってたな。ああ、見かけないエルフのガキでさ、後をつけたんだけど匂い袋で鼻をやられてごめん。依頼主の言うことは絶対だ。俺たちは情報をかき集めるしかない。まったく厄介事を押し付けてくれたぜ、ウラノス。イケロスファミリアか。